皆さんこんにちは、ヒカルです。さあ今日もですね、お相撲ポケットで車載トークっていう感じでね、始めていきましたけども、いや今週末からいよいよね大型連休ですね。皆さんはねもう旅行どこ行くか決めましたっていうか、もう今の時期だったらもう遅いか、皆さんもうどこ行くかね、決まって、ね、荷物とかのね荷造りしたりとか、ねいろいろやってるかと思います。僕の方はですね、実家のね函館に、しばらくね今回滞在しようかなっていうふうに考えています。函館なんでね、このオズモポケットとかね、あと、この前買ったルミックスの G7 とかでね、その観光地とかをね、撮れればいいかなっていうふうにね思っています。さあ、今日のねお話なんですが、こうタイトルに書いてある通り、フィットネスアーカイブっていうねアプリが終了しちゃって、どうしようっていう話なんですよね。フィットネスアーカイブっていうねアプリね、ご存じない方も多分多いと思うんで、簡単に説明しますとね、そのトレーニングとかのその記録を、アプリ上でね簡単につけれるっていうものなんですよね。今までだったらこうベンチプレスね何キロで何回やったとかって全部こう紙のねメモとかに書いたりとか、あとアプリのねメモ帳とかに簡単にね書いてたりはしてたんですが、このフィットネスアーカイブっていうアプリがあるとね、そのトレーニングの項目を選んで、で重量とね重さと回数をもうパンパンと片手で簡単にね入力できて、すごくね重宝をしてたんですよ。いや本当ねこういった時にこう突然アプリとかってこうねサービス終了するじゃないですか。で記録とかも全部ねその向こうの要はそのサーバーっていうんですかね、その、クラウドでね保存してたんで、そのデータもね全て、消えてしまいましたね。なんかローカルとかで引っ張り出すことできないかなとか思ったんですけど、もうログイン画面の段階でねもうサービス終了しました、今までねご利用いただきありがとうございましたっていうちょっとそっけない画面がね出てしまって、いやー本当これからなんかいいアプリね代わりに探さないとですよね。こういった感じでね、アプリのねこう終了とともに突然こう今まで使ってたサービスがね、使えなくなってしまったっていうのは、いやー本当ね今の時代にありがちなあれですよね。ちょっと困った話ですよね。古くから言えばね、例えばオンラインゲームとかでもね、そのサービスが終了してね、そのネット友達と全然連絡取れなくなったとかっていうのも過去に結構僕ありましたし、でフィットネス系のアプリなんですが、いくつかね他にダウンロードして、ちょっとね使ってみたりはしてたんですが、やっぱりちょっとね使いにくいところがね、ありますね。特にねそういったアプリって大体海外のメーカーっていうんですかね、そういうアプリの開発元から出されてるものなんで、ちょっとね日本語訳されててもそれがすごくこう直訳っぽい変な日本語だったりとか、あとはもう全然ねその初めからその日本のユーザーとかをターゲットにしてないのでもう全部英語だっていう、そういうこともあったりね、なかなかこう使いやすそうなものがね見つかってないんですよね。これは何もフィットネス系のアプリだけにね限った話じゃないんですが、この前ねうちのチャンネルでも紹介したんですが、フェイユテックっていう会社のねジンバルの G6 プラスっていうやつなんですけど、それのねアプリもねちょっと日本語訳がねちょっと不思議なことになってまして、それでもね日本語にしてくれるだけで全然ありがたいんですけどね、思いっきりその枠からね日本語の文字がねずれてたりとか、ちょっと直訳っぽい感じでね分かりにくかったりと、難しいですよねこれも。でさっきのフィットネスアーカイブの話に戻るんですが、どうですかねトレーニングとかねしている方って皆さんどんなねアプリをね使っているんでしょうかね。ぜひねもしよろしければねコメントとかで教えてください。僕もいくつかね探して使ってるんですけど、やっぱりあれが一番使いやすかったなっていうふうにね思ってます。さあそんなわけで今回はちょっと短いですけどね、
そのアプリがね終了して、まあ困ったなっていうねお話でした。ここまでこの動画を見ていただきありがとうございました。今後もですねこんな感じでねオズモポケットを車にねつけてこうベラベラ喋るね、動画なんかもどんどん作っていきますのでね、またねもし見たいっていう方おりましたらチャンネル登録していただけるとありがたいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。